はい、皆さんおはようございます。ジョイゼルさんです。今日はですね、大和町にある野生メガネ橋とうなぎ滝を見に行きたいと思います。はい、というわけで熊本県道443号線に乗って、益城町からですね、三船方面に向かっております。まあ、そもそもですね、そのメガネ橋と滝を、見つけたのはですね、この先にある九州中央道の御池高山インターからですね、大和町の方にはよく行くんですけれども、その中間に1個インターチェンジあるんですよね。で、そこってどこの辺に行ってんだろうと思ってちょっと調べてたんですよ。で、そしたらマミコーロードの近くに出るらしく、で、その近くにですね、たまたまそのうなぎ滝というのを見つけて、じゃあちょっと行ってみようかということで、行くという流れになっております。いや、楽しみです。初めて行くところって、なんていうかですね、ドキドキワクワクがあるからですね、果たしてどんな滝なのか、ちょっと本当に楽しみです。まあ、それと同時にですね、この県道443号線、対向車線側は結構車多いですけど、それでもですね、非常に気持ちいい道なんでですね、ここも楽しんでいきましょうね。はい、ということで大池高山インターが見えてきましたね。こっから先は無料区間なんでですね、思いっきし走ってやろうと思います。どっから入るんだ、こっちから入るの実は初めてなんですよね。右折して入るの、あ、右折して入るんですね。こっから出たことは何度もあるんですけどね、逆方向だとちょっと勝手が違うな。よしよし、はい、というわけで入っていきましょう。おー、結構バンク効いてる。おー、これ怖え。おー、来たよ、そっち優先か。怖え。この程度いくつかありますけどね、やっぱ怖えっすね。はい、じゃあ行きましょう。何インターだったかな、すいません、その途中で降りるインターの名前忘れましたけど、そこまで一区間です。今ランチ、そうね、だいたいね、今ランチ。はい、インター近づいてきました。なんだっけ、上野義牟田インターですね。で、そこから降りて、で、そこから痩せ眼鏡橋ってすぐ近くで、うなぎ滝もですね、その痩せ眼鏡橋の駐車場から行けるらしいので、まあ歩いて行けるでしょう。まあ、崖を降りるとかがなければ素直に行けると思います。はい、じゃあ、あと 500m あるわ。意外と遠かったわ。はい、改めて上野義牟田インターを降ります。おお、前のおじさんもそうなんだ。まあ、おじさんじゃかどうか分かんないけど、前の軽トラの人も、それは多分地元の人かな。まあ、ぶっちゃけこの辺りで降りる人って地元の人か農業関係の人しかいないでしょうね。観光でこの辺で降りるのって僕ぐらいじゃないのか。ルースイチェリー、左方向、ちょっとどこともしれん場所ですけど、ここを左に行けと言っております。屋敷なんだ屋敷って、屋敷っていう地名、へえ、そんな地名あんの。ちょっとなんか誰かお偉いさんのお屋敷があるのかしら。でもただ屋敷とは書かねえよな、不思議。それかあれかな、昔のご領主様の屋敷があって、それがそのまま地名になったパターンかな。左方向、熊本県道221号線からなんかすっげー鋭角に曲がる。おー、降りてく降りてく道です。トト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 ト、よいしょよいしょよいしょ。ここでもなんか谷底に向かっていくような感じですね。この先1キロ走って、その後曲がったりするのかな。おお、どんどん降りていく、どんどん降りていく。はい、着きました。痩せ眼鏡橋見えた。
駐車場はこれこっちか向こうか、ちょっと向こうにも回ってみよう。おお、なかなか立派だな。多分初めて来るな。あそこなんか看板がある、あそこに止めさせてもらえるのかな。いやあれ無理だろ。はい、ということで野生メガネ橋ですね、こちらとあちらに、橋があります。2連のメガネ橋になってるんですね、熊本から、延岡あっちの方に行くときにこの道を使ってたらしいです。なんとですね1855年江戸時代にたった4ヶ月で作られた橋らしいですね。すげえな、4ヶ月ってちょっと半端ないですよ。だって現代科学でもなかなか難しいんじゃないですかね。あそこにだって2つだもんな、こっちとあっちで2つだから、これすごいですね。あとなんか川いい感じ、なんかヤマメとかいそう。反対側回ってきてですね、2つ目のメガネ橋の上にいると思ったんですけど、よく見たら3つ目でした。こっちにもありました、すっげーちっこいのが。すげー細かい技が。でそれとうなぎ滝なんですけど、地図とかなくて、でもですね Google マップを見るとこの上っぽいんですよね。でここ、ちょっと向こうから谷川が流れてきてるんで、この先かな。あんま行きたくないけどちょっと行ってみますか。最近鍛えてるから多少は平気だろう。よいしょ。あ、これかな、うなぎだっけ。危ない危ない、これじゃねえ、これっぽい。見えますかね皆さん、ほら小さいけど滝になってるんですよね。ちょっとなんか明るいな。はい、ちょっと降りてきてですね、そこにもですねなんかちょっと可愛らしい滝があるんですよね。ちょっと見えねえな、上からじゃないと見えないかな。よいしょ、ほらあれなんか小さい滝が連続してあるんですけれども、あれがうなぎ滝かな。下から行けるのかな、多分無理だよな。うまく見えりゃいいんですけど、ちょっと草が多くてよく見えねえな。あとこれ見えるかな。ほら、こういう小さい滝がですね、そっちにもあるんですよ。これちょっと草の向こうでちょっと見えづらいですけど、こっちはうなぎ滝かな。濃いな。さっきのとこはですね、ちょっとポイント外れてたんですよね。あ、これがうなぎ滝だな、多分。なんか小さい滝がですね、連続でポン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 ってあって、すごい可愛い感じですね。さっきのところも良かったですけど、ここもいいな。はい、ということで痩せメガネ橋とうなぎ滝でした。一瞬と忘れした。いやー、痩せメガネ橋はかっこよかったですね。あんなのが4ヶ月でできたってちょっと衝撃ですね。でうなぎ滝、まあ多分うなぎ滝だと思われる2つの、まあ、どっちかでしょうけど、滝はまあもうちょっと草が少なければよく見えてよかったかなと思います。もう正直視界が悪くて草や木が邪魔であんまりよく見えなかったです。多分絶対いい雰囲気の場所なんですけどね、もうちょっとじっくり見たかったな。まあその辺はですね、贅沢っちゃいけませんね。自然のものですからね、自然を楽しんで、で美しい景色をその中で見つけていくっていうのがいいんじゃないですかね。とちょっと自分をですね納得させて、また次の場所へ行こうと思います。次はですね平立神宮行ってカフェ218に行きます。まあ、とりあえず動画の方はですねここで一旦、打ち切って、次回へ続く形になります。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。
ゃあ朝より寒いです。いやちょっとこれはイージス投入かな。ちょっと寒いなこれは。